ようやくハピネスツムにやってまいりました。はい、続いてはデイジーさんですね。デイジーね、こいつを出すためにね、昨日ようやく初めて出たんですよ。こんだけツムたくさんいろいろ持ってるのに初めて出たんですよ。でこいつを出そうと決意してからコインを23万枚使ってようやく出てきたっていうね、もうそのくらい、どんだけ出てきて、いくつのハピネスツムがね、もうスキルマックスになったかっていうくらいね、もうめちゃめちゃお金使ったよねっていう話でしたよね。うん、でまあ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 、デイジーちゃんはね、なんかあれですよね、ドナルドの恋人ですよね。どんなスキルなのかっていうのはまだ一回も使ったことないから、どんなこう感じでドナルドいっぱい出してくるのか。あー、なるほど、一応恋人だからささやかなハートが出てくるの。でもなんかこうミニとかのツムに比べたらハートがなんか心もとない気がするのは僕だけでしょうか。気のせいですかね。どうなんだろうな。かわいいなぁ。本当にちょろってるな。ささやか。ささやかな。まあね、なんか恋人なんだか奴隷なのかよくわかんないような付き合い方してますよねって言ったら、どうなるか、って怒りそうな気がするんですけど、ちゃんと僕は恋人だよって言ってね。まあ、よいしょ。あ、でも、なんか無難に10個くらい消してるから、まあまあ、いいのかな。ところで、この、何虎みたい。虎なのか、今日、何なんでしょうか、こいつは。こいつは一体何なんだって感じなんですけど。まあいいや。で、白雪姫。白雪姫が、あれらしいですね。ディズニーで一番古いアニメらしいですね。長編映画っていうんですか ?1938年か7年かとかですよね。って考えたらね、なんか、白雪姫ってそんな時の作品なんだなって。結構、トレビアーな、トリビアな感じがしますよね。うん。ということで、まあ、真ん中にちょろっと気持ちデートを出す可愛いディズニーちゃんじゃねえや。広がっちゃった。デイジーちゃんでしたね。はい。ということで、あ、それでも、レベルボーナスのおかげで100万点超えました。ありがとうございます。ということで、また次回もやります。頑張ろう。チャイオ。